荒木幸夫は、群馬県桐生市出身の大日本帝国陸軍、軍人、掃除牛、陸軍特別攻撃隊、第72新部隊員。子犬を抱いた少年兵の写真で知られる。荒木幸夫は、昭和3年3月10日、桐生市山江町2丁目の菓子屋、勾配道を営む荒木牛児、妻夫婦の男の子ばかりの5人兄弟の次男として生まれる。 学校ではあまり目立たず、小さい子の面倒をよく見る子だったという。家では拾ってきた雑種の犬を飼って、可愛がっていた。荒木が、桐生市日小学校を卒業の翌年、太平洋戦争が始まる。雪尾少年は在学していた、桐生商業青年学校を中途退学、昭和18年の秋、陸軍の少年飛行兵に応募。購買率、 最難関の筆記試験に合格して立ち洗い陸軍飛行学校生徒隊に入隊する。選挙区の悪化によって1年の過程を半年で習得する事態にあったが、荒木は学問、飛行訓練に優れた才能を存分に発揮し、1944年の卒業時には最高栄誉とされる陸軍航空総監賞を受賞した。同年10月から、 特攻作戦が始まると、優秀なパイロットだった荒木はすぐ選ばれた。気流に戻った荒木は、体名が下りましたとだけ告げて家族に手紙を手渡し、知らせがあったら開封するように告げて、すぐに第72新部隊に合流した。佐賀県にある特攻隊員の宿舎だった西王子で、荒木を中心とする第72新部隊の若い隊員等は、 ほがら方を自称し、隊長である佐藤陸奥注意式の下、出撃までを過ごす。当初の出撃予定日だった1945年5月26日、出撃予定時刻の2時間前に記念撮影を行うが、その日は出撃中止となった。5月27日、第72新部隊99式襲撃機の隊員は、万世飛行場を出撃後、 沖縄本島中部に広がる近湾の東約5 0トルの位置でアメリカ海軍のレーダーピケット駆逐艦ブレインに突入したと推測されている根拠として突入直前の第72新部隊の99式襲撃機の写真が残存しているため荒木もこの駆逐艦を目標としたと考えられるブレインは第72新部隊の突入によって大破 炎上、荒木も戦死した。去年17。家族に公式に通知されるのは、終戦後の昭和20年11月30日付の死亡告知書で12月半ば過ぎであった。気流に残された墓には、紙と爪だけが残っている。荒木が出撃を前に、父に宛てた遺書が残っている。一家陸軍五朝、荒木幸を最高の頼りいたします。 その後ご元気のことと思います。雪をも栄えある任務を帯び、本日出発いたします。必ず大戦果をあげます。桜作球団で会う日を待っております。どうぞご体を大切に、弟たち及び隣組の皆様にもよ、しくさようなら、第72新部隊は10名中7名が10代の少年だった。ありがとうございます。